これ米3号は炊いといてください。料理研究家が本気で作る至高のホイコーロー。種がいい感じで取れちゃう。4分の1ぐらいに感じですね。斜め切りですね。肉おけつを切り落とし、粗みじんみたいな感じで、そんな感じで3等分ですね。お塩ですね。で胡椒ですね。ちょっと全体的にまぶしておきましょう。大さじ1のでキャベツですね。油通しをしてます。終始強火、しなっという風になったらボウルで揚げます。ここに油大さじ1、できればね広げてあげてください。とりあえずこれでちょっと焼きます。全体が炒まってきたらニンニク、長ネギ、豆板醤、もう大さじ1分で、ね、肉に豆板醤全部絡まってますね。これね、野菜戻します。甜麺醤はね大さじ2なので、お酒ですね2杯。最後に香り付けと味付けで醤油小さじ2です。はい、全体煽りましょう。仕上げに味の素、全体に絡まってるんです。至高のホイコーロー。